はい、はい、というわけで今日はね、鳥取県でございます。鳥取県の、はい、水木しげるロードで有名な米子でございます。米子のねアルファ1ですね。はい、まずクローゼットですね。はい、クローゼットがございます。はい、左側にも、はい、エモン掛けが、あ、昨日洗濯したんだよね、こんな洗濯ネットが。ズボンプレッサーでっかい鏡。はい、装備はね、はい、安定のアルファ1っていう感じです。で、これ嬉しいですよね、この境界線で、これつけといてもらうと、こっちまで土足でね、上がる人が少なくなるんで、安心して裸足でもね、はい、歩けるようなスペースになっております。はい、もちろん、使い捨てのスリッパと、おしゃぶりのスリッパと、ついております。で、ここに荷物置く台でしょ。はい、湯沸かし器、加湿器、まあ、ドライヤー。ドライヤーもね、よく乾きます。はい。まあまあ、こんな感じです。まあ、装備はね、はい、Wi-Fi、ということないです。で、テレビ。テレビはね、壁掛けの、でーかいテレビですね。はい、YouTube も見られます。 YouTube ね、これね、実はね、自分のアカウントでログインできるんですよ。で、ログインしちゃったらね、そのまんまずっとね、自分のアカウントが出るんですけど、で、部屋がね、結構暖かめなんですよ。20度、18度ぐらいでもね、設定でも多分あったかいと思います。毛があります。で、景観はね、ここは4階なんで、はい、正直人ん家の屋根しか見えません。はい、残念でしたね、連泊なんでね、本当は景観がある部屋をね、望みたかったんですけど、はい、まあね、自分のアカウントまあまあ申し分ないでございます。で、コンセントはね、まあ、ここにアルファ1の嬉しいのはコンセントが多いんですよ。ここに3つでしょう。で、まあ、使い勝手がいいとは言えないんですけど、ここにも2つございます。はい、冷蔵庫でございますね。ここにもスタンドがありました。電気スタンド。おお、寝ながら本読めますよ、これでね。はい、そんな感じです。いやいや、米子といえばね、水木しげるロードね。今日もね、ベタブルジャパンを走ってきたんですけども、はい、それとね、大山ね、白兎大山って言うんですけど、白兎じゃないや、何でしたっけ、こっちの名前忘れちゃった。はい、その大山、昨日登ってきまして、いやー、9ヶ月ぶりぐらいのね、はい、登山はきついですよ。まあ、自粛でね、もう全て自粛してますから、してましたからね。もう2月のフルマラソン以来ね、ちょっときつい運動はしてなかったんで、いやー、答えました。もう足ガクガクでしたね、下り。でも景色が良かったですね。あとは頂上はね、ちょっと煙っちゃったんで何にも見えなかったんですけども、まあ、それでもね、念願の百名山ですよ、大山。はい、登れたんでね、もうね、3年目ぐらいなんですよ。毎回天気悪くて登れなくて、今回はね、はい、天気がよく登れました。で、また紅葉のシーズンだったのでね、結構登山する方も多かったでございます。いや、気持ちいいです。はい、まあ、そのとこでしょうかね。はい、あとは食堂とかがね、米子少ないんですよ。ラーメン屋さんとかはあるんですけど、ちょっとした食堂が少ない。まあ、居酒屋さんはね、至る所に入りますんでね、居酒屋さん入る方には困らないかな。ちょっとした食堂っていうんですかね、ご飯が出たりっていうのはちょっと困っちゃうんでね、もし飲まないんであればね、外で済ませてくるのもいいんじゃないかなと思って、探せばあるんでしょうかね、誰か教えてくださいってわけでございました。はい、今日はおしめます。はい、アルフホテルアルファ1の米子でございました。ありがとうございます。あ、筋肉痛。